たら、そう思ったことが一度や二度はあるはずだ。たとえ自分自身のことでなくても、歴史的事件が違った形になっていたら、世の中はどんな風になっていたのか。今日はそんなもしもの世界を追求してもらいたい。ちょっと不思議な、ちょっと恐ろしいもしもの世界を期待しているぞ。者ども、敵は本能寺にあり、いざ出陣じゃ。一ひれが もうつけのことじゃ。親方様が手薄に引いて待ち構えておるのも知らないで、ほら見てみろ、帰り討ちじゃ。のだめも一緒にラブソテインブルーを引いて親方様を応援するのでしょ。もしも本能寺の変が失敗に終わっていたら、その後の世界は果たしてどうなっていたのか。お送りしております飛騨高山放送、お届けしているのは奥飛騨墓場でした。まあ私はですね、横浜の田舎育ちですから、初めてこう岐阜にやってきた頃はですね、祭りかと思うほどの人の波に本当に驚きましたね。地方出身者はみんな言うのよね。まあ日本の中心は今も昔もこれからも岐阜県ですからね。もしも本能寺の変が失敗に終わっていれば、織田信長が天下統一を果たし、岐阜県が首都になり、岐阜出身者が都会っ子として幅を利かせていたのは間違いない。かもしれない。エネオスステーション大作戦、清水美智子のみっちゃんインポッシブル、もしもの世界大作戦。皆さんこんにちは、あなたの心の潤滑油、清水美智子です。こんにちは、日本放送の飯田浩司です。今週はもしもの世界をテーマにお送りしてまいります。待ってましたよ。私あの実家がジャズ喫茶をやってるんですけども、 今も、はい、名前がイフというです。おお、イフでございます。はい、もしもじゃないですか。そうです、はい、どうですか、もしもあの時こうだったのとか思うことありますか。そうですね、もしあの人と会わなかったら、この世界にデビューしていなかったとかね、そんなことありますもんね。なるほど、うん、あの時ジャンジャンに A さんが来なかったらとか。そうですか。そうですよ、そうでしたもん本当に。今だってそう思いますよ。そうですか。もし番組が相手が上ちゃんだったらとか、はーカッキーとかね、失礼じゃないですか。それ圧倒的になりますからやめてくださいよ。僕は何も言ってませんから。カッキーだってあんたに怒ってるよ。この間聞いたら、カッキーどうって聞いたら、はい、あいつはね、言ってたよ。ちょっとどっちがバカにしてるんですか。さあ今日はですね、まあ身近なもしもから歴史的なもしも不思議なもしもまで、もしもの世界にご案内いたしますので、どうぞ最後までお楽しみに。エネオスステーション大作戦、清水美智子のみっちゃんインポッシブル。この時間はエネルギーを素敵に、エネオスの JX 日光日赤エネルギーがお送りします。リクエストインポッシブル。続いてはあなたからのリクエストにお答えします。リクエストインポッシブル。はい、今週はこんなメールが届いております。習志野市のラジオネームチョッパーさんです。その昔、数学なんて何の役にも立たない、微分も積分も一生使わないなんてことを思っていました。あ、そうだよ、今でも思ってるよ。僕もそう思ってます。こないだなんかの本で読んだら、はい、世の中便利になったと思っていることは大体数学のおかげなんですね。そうでしたか。どうして学生の頃はもっと広い目を持てなかったのか、母ちゃん勉強できなくてごめんと今謝ります。痛み、耳が痛い、耳が痛い。便利なのを享受してばっかりですね。本当ですよね。ね、うん、
誰か知らないけどありがとうっていうようなところですよね。本当ありがとうございます、リクエストはわらべのもしも明日がを誰か怒ってくれる人でお願いします。怒ってる人か、はい、では出してみましょう。出てこい出てこい、怒ってくれる人。あのあなたはね、本当今のうち謝った方がいいと思いますね。本当にね、謝るということはとっても大切なんですね。飯田さんはね、謝った方がいいですね、ちゃんと。何を？この場を借りて。すいません。今何か一言多かったようですけれど。ありがとうございました。それでは、この曲を聴いてください。わらべで、もしも明日が。もしもあの時あの人と付き合わないであっちの人と結婚してたらって思うことってありますよね。もしも私があの人と付き合っていたら、でもきっとあの人の後に付き合うことになるんだから、きっと結局は変わらないのかもしれない。もしもあの日に遡って運命を変えることができたら、エネオスステーション大作戦、清水美智子のみっちゃんインポッシブル。今日はもしもの世界大作戦開催中。というわけで今週はもしもの世界大作戦と題してお送りしています。はい、清水さんは大河ドラマとか歴史ドラマはどうですか？熱心にご覧になったりは？これが、まあ、ええ、もしもの世界が本当に起こりつつあるんです。今もう4回見ました。あ、5ですか？そうですよ、大河ドラマを。そうですよ、自分こそゴーですよ、私こそがゴーです。ゴー、前に行くっていうゴー。そうですよ、ウエントゴーンですよ、本当に。なんで活用系をやってるんですか？へー、そうですか。見てますか？見てますよ。なんかやっぱり本当にあの大河ドラマの2の方は、いろいろあるのかもしれないですけど、やっぱり女性の観点からっていうのが見やすいですね。まあ、あの大河ドラマのですね、はい、今日は話から入るんですけれども、今回の郷姫のオープニングでもありました、はい、本能寺の変。私いつも笑ってるんですけど、はい、変って言い方ってひどくない？大変なことが起こってんのに。変だね。あの後から生まれた子孫たちがさ。確かにね。桜田門外の変。まあ変わったことではあるんだけど、もっと言い方変えろよって思ってるだろうね、きっと。変。まあ大河ドラマ郷姫でも前半の山場でございましたが、ここでもしもなんです。明智光秀が織田信長に謀反を起こそうなんて気にならなかったら。ならなかった。うん。あるいは織田信長の気が変わって本能寺に泊まっていなければ。歴史は大きく変わっていたと言われております。そうかもしれないね、まあ、信長の天下がそこでパッと終わったわけですからね、しかもその後豊臣の秀吉が信長倒れるの方を聞いて毛利方の高松城を攻めていたのを急遽取りやめまして、電光石火の大返しで、明智光秀を討ち取り信長に代わって天下人になるということなんですが、すごいですね、待ったって感じですね。そうなんですよ、ここにもですね、実は不思議な偶然が秀吉に味方したと言われております、それはですね、信長を倒した光秀が毛利方に密使を送ったんですね、で信長、はい、そう、使いを出した、信長を倒した今こそ共に立ち上がろうというメッセージを送った、ところがですね、この密使が方向音痴ということですね。はい、高松城にたどり着く前に秀吉側に捕まっちゃったんですよ、でそれで取り調べをしてみたら、何、信長様が亡くなったかと秀吉は知ったと。すごい話だね、よく捕まったね、また。いや本当ですよ、こいつ怪しいってよく分かったね、あの時代に。そうそうそう、だから高松城にねたどり着いてたら全くこれ歴史が変わってたかもしれない。でのあのこう秀吉はですね、高松城を結構攻めあぐねていたらしいんですよ。でもし密使がその敵側毛利方に行ってたら、高松城は猛烈に抵抗するじゃないですか。そうですね、むしろあのここで秀吉を倒せばこっちが天下取れるぐらいのもんで、だから秀吉もですね、光秀と戦うことはなかったと、この高松城に釘付けのまま終わっていたんじゃないかという説もございます。だから今で言うとその豊臣秀吉ってね、大した人っていうイメージはありますけど、はい、歴史が変わってたらだから全然なんていうの、あの脇みたいな、そう、脇役葬り去られていたみたいな感じかもしれない。そうだもんね、こういうですね、歴史にもしもというのはたくさんありまして、はい、あの偶然というとですね、ちょっとだけ時代が遡って、信長が天下取りにあと一歩まで近づいたのも鉄砲の存在というのがあります。
です、うんうん、その当時で鉄砲伝来にもですね一つの悲しいドラマがあるのをご存知でしょうか。いいえ。これはですね、鉄砲が種子島に伝わったのは1543年のこと。ポルトガル人が漂着しまして、島の主であった種子島時明という人に鉄砲を披露するんですね。ポルトガル人が種子島でってのは知ってますね。そう、そこまでは。うん。で、実はその披露した時にその威力に驚いた種子島時明さん、鉄砲を欲しがるんですが、ポルトガル人もですね漂流したとはいえ商売人でして、そりゃそうだ、うん、これ鉄砲をちょっとだけ売って、でその作り方とかは一切教えてくれなかったんです。でそこで時明はですね、島の鍛冶職人に自前の鉄砲を作れと命じるわけなんですね、うん、で命じられた職人の中に八坂金兵衛という人物がおりました。ほう。そしてこの金兵衛には若さという美しい娘がおりまして、うん、この若さという美しい娘、はい、この方はですね金兵衛の弟子の、笹川小四郎秀重という男と付き合っておりました。込み入った話ですね。込み入った話だと思います。で金兵衛とそして弟子の秀重、うん、鉄砲を分解して研究いたしますけれども、当時の日本の技術では螺旋型のネジの発想というものがなくて、ネジの作り方がどうしても分かりません。あれネジでできてんだ。へ、そうなんですよ。重要な部分はネジでしっかり留めてある。ほう。そこでですね、父と恋人が苦労を重ねても完成しないのに心を痛めた若さ、若さは思い切ってポルトガル人の元を訪ねまして、ネジの作り方を教えてほしいと頼むんです。で、すると行ったね、若さ。若さは行きました。若さがありますね。はい。若さのね、若気の至りのようなもんですが、すると今度は性根たくましいだけでなくて、女好きでもあったこのポルトガル人。うん。私と一緒にポルトガルについてくるなら教えてやろう、と。この野郎ですね。この野郎は下心丸出しで言うわけですよ。はい。迷った若さ。若さ迷った末に父と恋人に別れを告げて泣く泣く偉人の船に乗り込みました。すごーい。犠牲的精神じゃないですか。そうなんですよ。ところがこのポルトガル人は約束を破ってネジの作り方を教えてはくれなかったんです。お父っつぁんにネジの作り方お願いです。 Oh no、 そんなに簡単に教えたら私の商売あがたりです。次に来た時にでも教えてやりましょう。おととい来やがれ。ひどい。こいつ日本語よく知ってる。悔しい。さあその頃、若さを失った二人、娘がいなくなった父、そして恋人が去った秀重、うん、船を追いかけ浜まで出てきましたが、もう船は遠く去るところ。本当すごい話や、ね、これドラマになりますね。そうなんですよ。しかもこのドラマにはまだ続きがございまして、うん、くそー若さーと泣き叫ぶ金兵衛、悔しさのあまり浜に生えていた白の木の枝を握りしめますと、ぐる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 枝を回し、そして引きちぎれたその枝が見事に螺旋状になっていて、これがネジの形だと気がついたわけでございます。本当？こうして娘が犠牲になったおかげで無事に国産の種子島銃が誕生したわけです。待ってました、いいだよっ。もしも金兵衛に娘がいなかったら、そしてもしも若さが美人でなかったら、この種子島銃は完成しておらず、そして信長の時代も来なかったのかもしれません。いいだ。最後ちょっとショッピングの社長になってましたか。改造になりました、鉄砲。すげえ、そうなんだ。こんな物語があったんですね。まあ多少のなんていうんですかね、後から付け加えた部分はあるにしても、うん、まあでもネジはなんとなく分かったってのは本当なんでしょうね、きっと。そうですね。そうですよね。すごいね。こういうふとしたタイミングでというね。ということで、鉄砲伝来もしもお伝えいたしました。このシリーズやってくださいよ、また飯田さんの歴史不思議シリーズ。うん、歴史不思議と安っぽくなるシリーズ。安っぽい講談調子です。なんと1万円を切りましたみたいな。そこでさあ曲に行きたいと思います。はい、もしもシリーズです。西田敏行でもしもピアノが弾けたなら。ステーション大作戦、清水美智子のみっちゃんインポッシブル、みっちゃんインポッシブル。戦略、清水美智子様。ラジオを聴きの皆様からいただいた普通のメールを普通に紹介してまいりましょう。飯田君よろしくお願いします。はい、こちらは町田市からいただきました。東京町田市、主婦奥様の清美さんです。はい。私の血液は
トマト汁でできてると思うほどトマトが好きでいつも食べています。あ、私もこの番組でやったじゃないですか、トマト特集。そう、これ先月のトマト大作戦を受けてのメールです。私あの番組を受けて、自分で受けたんだけど、自分の番組なんだけど受けて初めてやりましたよ、トマト鍋。あ、やりましたか、どうでした。好評でしたね。おあのトマト鍋って自分で作ったわけじゃなくて、はっきり言いましょう、カゴメさんのやつをあのパックで売られてるんですよね、だしを。そう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 、それの時やったんですけども、それ買ってやってみたんですけど、美味しかったですね。自分じゃ作れない味だと思った。ああ、やっぱり餅は餅や、トマトはカゴメですよね。本当そうでした。美味しいんですよね、はい。この方は本当にトマトが好きで、清美さん、海外のトマト祭りにも参加して投げずに持ち帰りたいですと思うほどのトマト好き。あのスペインの、スペインのあれ大丈夫ね、なんでこんなこと許されてるんだと。まあ海外の方もこっちの祭り見ちゃ思うんでしょうね、死人が何人も出てる、なんで止めないんだみたいな。ほうってね。さっきトマトの原産地を南米と言い当てた清水さんの声が妹綾子さんかと思いました。モノマネ聞きたいです。あ、妹です。似てないと思いますけど、でも確かにテレビ見てて、うん、妹さんの声は私に似てるなと思ったことがありましたね。おお、なんて言ってるあの人いつも。マジですか。マジですか。やっぱりそこ。いつもびっくりしてやっぱりそう。そう。食べられないですよ。あ、食べてみますか。平野レミがちょっと入っちゃった。またレパートリーが一つ増えたようです。広げてくれてありがとうございました。さあ、あなたからもですね、最近思うことや見聞きしたこと、そして清水さんが自分では気づいていないモノマネのネタも。お待ちしております。よろしくお願いします。はがきは郵便番号 100-8439 日本放送、清水美智子のみっちゃんインポッシブルの係。メールの方はみちこアットマーク 1242.com でお待ちしております。採用された方には番組特製ニューグッズ MIC をプレゼントいたします。 MIC もらえるんすか。マジっすか。さあ、この後はツイッター企画、そしてミッションまだまだ続きます。自分で説明して自分で驚いてるって何なんですか。マジっすか。だからエネオスステーション大作戦、清水美智子のみっちゃんインポッシブル。何がおかしいもんですか。どうしたんですか。おかしいです。私クイズやりたくないってこれだけ言ってんのに、はい、清水さん叫んでくださいって言われるじゃないですか。これがさ、だからムチ打ちの KO って自分がこれから受けるのに自分でさゴールって言わなきゃいけないみたいで、それがおかしいですね。言わなきゃいけない、私やりたくないって言ってるのに。いいじゃないですか、大好評の企画でございますんで、またまたお送りします。大好評なの本当に。大好評ですよ、メールいっぱい来てるんですからね。人間とっさに問題を出されると案外詰まるもんでございます。まして3秒以内に答えを出せと言われるプレッシャー、ますますパニックになってしまいますが、いついかなる時も冷静になるためのミッションとしてお届けしているのがこのド忘れ3秒クイズです。清水さん、はい、思い出すことで脳が活性化してアンチエイジングにもなると。それがまずね、失礼だって私は言ってるわけですよ。どうですか、アンチエイジング。あ、じゃあやるやるって言うみたいじゃないですか。さあ、ルールは簡単です。今からリスナーの皆さんが考えてくれた問題を出しますので、3秒以内にお答えくださいって頼みました、はい、ノー。それでは問題です。また無視された。まずはラジオネームプルップーさんからいただきました、ありがとうございます。前回のサッカーワールドカップで勝敗を見事に当てていた動物の名前は？ああ、タコです。タコ。タコの名前は？タコ、ね、名前あった？ありましたよ。タコのなんとかちゃんっていうの？タコのなんとかくんです。オクトパスの、お、オクトパスだから、はい、あれなのかな、あの、ワールドカップどっちが勝つって相談したんですかね？と方向先を変えながら思い出している。さあ、それではお答えください。全然わかんない。タコの名前は、うん、残念。言っとくけど、これ答え聞いても、あ、そうだったって言わないと思うよ。言いますよ。どれ？タコのパウル君です。あ、いたいたいた、本当だ。でしょ、本当だ、パウル君ですよ。いや、見事ドアセルにはまりました。さあ、それでは続いての問題です。待ってないし。ラジオネーム長友ファンさんからいただきました、ありがとうございます。長友ファン、はい。
この間のサッカーアジアカップでスーパーセーブを連発した日本のゴールキーパーといえば、あれは良かった、あれは感動した、感動しました、褒めたんですよ、褒めたんですよ、褒めたでしょ、それでね、今アルファベットがここにターっと出てきた、出てきてる、そういうことはもうあと少し一文字言ってもらえば、ええ、私はもうシュートできるんです。ああ、なるほど、アルファベットですよね、 K です、かきくけこかかじゃない、きじゃない、くじゃないですね、けでもないな、ここだ、こですよ、こから始まります、こから始まると思いますか、なんでいろんな人のかです、かです、かか思い出した、ちょっといろんな人の表情を読み取るのやめてくださいよ、違う読んでないよ、はい、本当だよ、かは、うん、見えたんです、かは、うん、さあもう大丈夫できます、正解、おめでとうございます、時間かかったけど思い出した、そうなんですよ、ここにまだこんな日本男児がいたかっていう感じがしますね、それブログにも書いてましたね、そうでしたっけ川島って書いた、キーパーには感動した、でも名前には感動してないからね逆切れみたいな言い方だけど、そんな無茶だ、私はキーパーに感動したんであって川島って名前が好きなんじゃないからねひどいな、そのキーパーイコール川島じゃないですか、川島英二選手でありました、それでは続いての問題、川島英語ならね酒と涙なんですけど、はい、友達だったんですか、そうだよ、続いてラジオネーム象印さんです、はいはい、懐かしいクイズ番組ヒントでピントの男性軍リーダーで、懐かしいな、見てないもん、本当ですか、うん、うん、最後の砦として正解率の高かった写真家といえば誰、あ、でも知ってる、浅井新平さんでしょ、おお、正解おめでとうございます、浅井新平さんってものすごい物知りなんですよね、うん、で私の近所に住んでんですよ、へえ、ご近所さ ん, なんだそういうことは言えるんだなまあ元気が強いな必ず人のっけ人のっけしますよね正解の時ばっかりは矛先をこう変えてね、さすが、今ど忘れ3秒クイズを2秒で答えていただきました、どうやさどうやどうやさお前ら、で続いては 1.5 秒で答えていただきましょう、ラジオネームムキムキマンさん、へこんでる、いろいろあって新加瀬大衆でデビューした後その方はいたな、いたね、その方は何と改名したでしょうか、なんだっけな、なんかねちょっとね、いろいろ会ったことあるんですよこの人、あ本当ですか、うん、番組で、あれでしょ、あのすごく頭いいって感じはしない人でしょ、いい意味でいい意味で、それなかなか答えづらい質問するのやめてくださいようんともすんとも言えないじゃないですかさあお答えをお願いします、新加瀬大衆改めなんだっけ、もう全然忘れました、すいません、坂本一生さんでございますあ、なんだ知的じゃないか、ということですね、まあ今日はまあいろいろ時間をかけて思い出したものも含めますとですね、なんで私ここで評論されなきゃいけないの、これこんなのあるわクイズ番組で、古い問題には強かったですね、あ本当だ、懐かしいですね、ヒントでピント、土井勝さんの司会でありました、ちょっとはい見せて、このクイズこれを出してくれればよかったじゃん、どれ2004年これ答えられたよ、何、予備問題の一つですか、そうですよ、じゃあ念のため言っときましょうか、2004年蹴りたい背中で史上最年少19歳で芥川賞を受賞した作家といえば、綿谷りさ胸張って答えましたね、だから私こういうさパーンと文字が出てるようなやつはきっと、ええ、だから思い出すっていうよりは視覚から入って横にこういうある文字を読みますからね、そういう能力がありますから清水はマネージャーの立場、どうしても負けん気が強いのでもう一問いきましょう、とまあとは言ってもねなんで弱気になってるんですかラジオネームバレンタインに花束をさんです、この間不意に振られてこの方を見事にど忘れしていました、広末涼子さんの今の旦那さんの名前は、知ってるぞ、キャンドルの純、おー覚えてましたね、江戸時代みたいな名前の言い方してすいませんキャンドルのジュンさん、ほうほう、そちはキャンドルのジュンと思いますか、悪かったよさあということでですね、飯田の小締めお願いします、皆さんもどしどしド忘れクイズを送ってください、はがきとメールでお待ちしています、はがきの宛先は郵便番号 100-8439 日本放送清水美智子のみっちゃんインポッシブルド忘れ係まで、メールでという方はみちこアットマーク 1242.com までお送りください、
エネオスステーション大作戦、清水美智子のミッチャインポッシブル。ミッチャインポッシブル、楽しんのがナブ注入大作戦やります。ナブ注入スペシャルよくできないですね、あれだけ聞いといて。本当に、あの、来週スペシャルウィークということでですね、今大人気のお笑い芸人たのしんごさんが超忙しいスケジュールを縫って番組に来てくれることになりました。そうなんですよ、私がモノマネしてること知ってるでしょうか。ねえ、ナブ注入ね。清水さんとダブルたのしんごということになるんですね。はい、ドドスコトークが聞けるのはみっちゃんインポッシブルだけです。ぜひお聞き逃しなく。そして豪華プレゼント来週はございますね、朝の連続テレビ小説で高視聴率を記録したあのゲゲゲの女房の DVD プレゼントがございます。ありがとうございます。詳しい応募方法などは来週番組の中で発表でございます。こちらもどうぞお聞き逃しなく。それでは今日はこの辺で、お相手はあなたの心の潤滑油、清水美智子と日本放送飯田浩司でした。エネオスステーション大作戦、清水美智子のミッチャンインポッシブル。この時間はエネルギーを素敵に、エネオスの JX 日光日赤エネルギーがお送りしました。